そんな先の見えない時代に女神たちが降臨した。キュートな笑顔と歌声でどっぷり暗い日本を変えるために、その名をアイドルギー。この度の殿村先生のお働き、誠にありがとうございます。これは詐称ですが、お口直しに。なかなかうまそうな菓子よの。それにしても越後さん、あんたも相当なワルだな。いえいえ、なんの、殿村先生にはかないませぬ。先生表向きは心臓発作ということでしたが、どうやら食べ物を喉に詰まらせたのが直接の死因のようです。あらあら、あの人前々から美味しいものに目がないから。ところで補欠選挙の候補者だけど。すみません、まだ。で先生、補欠選挙の候補生は東京で探しますか？今日の新潟も空振りでしたし、地元で愛されている子を見つけると言ってもどこを探せばいいのか見当がつかないですね。上白さん、止まって。どうされましたか？あまり寄り道をしている時間はありませんよ。先生、聞いてます？みんな、今年も私の歌に合わせて苗を植えてね。田植え盛り上がるよ。本当だな。やっぱりばあちゃんが作ったおにぎりは最高。そんなに慌てて食べると喉詰まらせるよ。それにしても夏希は人と歌を歌うのが好きだね。うちの周りの田植えも本当に楽しく終わったし。夏希ちゃん、田植え歌ありがとね。また頼むよ、我が村のアイドル。そんなアイドルだなんて。夏希の歌は本当に人を笑顔にするわね。ちっちゃい頃から歌が好きで、あなたの歌を聴くとみんなが喜んでいたもんね。よくこんなに立派に育ちました。わーい、褒められた。おばあちゃん大好き。こんにちは。その歌声、全国に届けてみませんか？私がアイドル議員に？そう、よかったら今度のオーディション受けてみない？やります、ぜひやらせて。ばあちゃん、水だから言わんこっちゃない。本当すいませんね。いえ、ずいぶんとお元気なことで。私がアイドルに？太陽の周り、おいえいえい、くるくる回る回る、信念さえあればアイドリー、この世は変えられるさ。与党野党にあなたを、派閥なんてどうでもいい、
この坂を登り切った者は必ずトップの座に立てると言われている伝説のアイドル坂。この坂を一番で登り切った人を合格とします。皆さんのやる気見せてくださいね。それじゃあ、よーいドーンと言ったらスタートしてくださいね。先生、いくらなんでもこのようなオーディションは。あら、だってアイドルは体が資本ですもの。ここが最初の頑張り坂。なっちゃって苦しい。やっぱりアイドルになるのは大変なんだ。もうダメ、私も。東京にこんな坂があるなんて。諦めちゃダメ。なるんだ。私はアイドルに。なるんだ。踏ん張るぞ。やった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 。ばあちゃん、やったよ。なつき、どうしたの。一体何事。私ね、アイドル議員になれた。まあ、本当にあの子でよろしいんですね。だってちゃんと登り切ったのはあの子だけですもの。そんないい加減な。だってあの子は。嘘、日本に大統領っていないんですか。お笑いやってるんじゃありませんよ。ああ、はみ出しちゃった。少しは真面目に考えてください。あんまり心配ばっかりしてるとハゲちゃいますよ。平気平気、なんとかなりますって。ご着子、ご通行の皆様、この度ヒロイン島から立候補することになりました。ボスナーなつきです。すっかり硬くなっちゃって。だから彼女には荷が重いと言ったのです。ただでさえアイドル議員に対する風当たりが強いっていうのに。今さら何がアイドル議員だよ。お姉さん、当選したら何かいいことしてくれるの。あの、精一杯頑張ります。ヒロイン島の皆さん、お疲れ様です。あらあら、なんたるタイミング。政治は力です、実力です。皆さん、見た目の派手なパフォーマンスに騙されてはいけません。今こそ我が老害党に皆さんの一票を。この詐欺宮を男にしてください。あの、私も女にしてください。アイドルは男女交際禁止だから発言には気をつけてって伝えたのに、彼女パニックってとんでもないこと言っちゃいましたよ。言っちゃったわね。どうするんですか先生。そろそろ来てもいい頃だけど。お待たせ。もう待ちすぎて化石になっちゃうかと思ったわ。てっきりすっぽかされたかと思っちゃった。仮にもヒロイン党党首直々の呼び出しとあれば、無視するわけにはいかないでしょ。あの子が。そう、なかなかいいと思わない。サチ、あなたが何を考えているのか時々わからなくなることがある。鬼丸さんって、あの鬼丸静香さん。当選2回、言うなれば夏希ちゃん、あなたの先輩ね。星名夏希です。ずっと昔から鬼丸さんのファンでした。ずっと。年上みたいに言わないでよ。あなたと同い年なんだけど。で、サチエ、私に何をさせようっていうの。実はよろしくお願いします。一体どういうこと。まさか私に歌えと。一生に一度のお願いね。それ前にも聞いた。いいじゃない、だってそのために呼んだんだもん。だもんじゃないわよ、冗談はやめて。もうあげちゃうんだ白旗。なんですって。やっぱ静かには無理か、新人さんとは。残念だな、もったいないな。いい子なのに。いい子なのよ、ほんと。分かったわよ、やればいいんでしょ、やれば。だけどその代わり、私は私のやり方でやらせてもらう。レッスンですか。はっきり言って今のあなたに私と歌う資格はない。もし一緒にステージに立ちたいのならそれなりの努力をしなさい。あ、はい。容赦はしない。もし私が不合格だと判断したら遠慮なくあなたのことを切り捨てる。それが嫌なら死ぬ気でついてきなさい。いい。どんどんじゃんじゃんしごいてください。私、地平堂入ってミイラになるまで頑張ります。意外と前向きなのね。そこ、テンポがずれてる。もう一度。はい。痛い痛い痛い、死んじゃう。まだまだ負けるか。右、左、右、左。大丈夫。はい、全然痛くありま
られませんから。負けるもんか。大声出せばいいってもんじゃない。もう一回お願いします。踏ん張るぞ。夏希ちゃん頑張ったわよね。一生懸命だし、言った通りでしょ。まだあのこと気にしてるの？そこまで。今日でレッスンは終了よ。え、それじゃ。あなたに私とステージに立つ資格はない。時間の無駄だったわね。夏希。チラシ見たぞ。必ずライブに応援に行くからな。あの鬼丸静香さんとペアを組むなんてすげえよな。今日は田んぼの手伝いで忙しくって練習見れなかったけど、夏希のライブは絶対に村中で応援に行くからな。うん、おい夏希。何なんだよ。私をメンバーから外す？なぜ？わからない？私のパフォーマンスは完璧だった。確かに静香、あなたのパフォーマンスは素晴らしい。人並み外れたセンスも持っている。でもあなたのオーラは、あなたはそのオーラゆえ今まで多くの人を傷つけてきた。あなたのオーラは決して人と交わることのない諸刃の剣。モロハの剣。これって。ごめんください。はい。そうですか、わざわざあの子を心配して。それで夏希ちゃんは？無理すんなよ夏希ちゃん。少しは休まねえと体を壊しちまうぞ。大丈夫、まだ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 だ。私悔しい。自分が許せない。あんなに一生懸命指導してくれたのに、私一人だけのためにあんなに汗を流してくれたのに、それなのに全然答えられなかった。でもやるしかない、やるしかないって。頑張るぞー。そうだそうだ、頑張れよ。心配するまでもなかったか。そろそろ時間です。あの、でも心の準備が。夏希ちゃん、あれなんだ。鬼丸静香は？鬼丸静香いないのかよ。本日はご来場ありがとうございます。本日はお日柄もよく満天の星空で。結婚式の司会かよ。完全に自分を見失ってますね。そうね、でもインパクトは抜群。問題は選挙ですよ。こんな逆風じゃ落選確実です。だったら吹かせてもらいましょうよ。神風鬼丸さん、夏希ちゃんのステージ始まっちゃうわよ。それにしても珍しいこと、静かの筋肉痛なんて初めて見た。ステージ上で1時間でも2時間でも踊り続けられるほど鍛えている静かな夏希ちゃんとのレッスンでテーピングするなんてね。せっかく来たんだし一緒に歌ったら？私はあのことまだ気にしてるんだ。今まで多くの人を傷つけてきた。あなたのオーラは決して人と交わることのない諸刃の剣。怖がらずに歌ってみれば？なーに、大丈夫よ。夏希ちゃんのオーラそれほどやわじゃないわよ。何やってるんだよ夏希。いつもの威勢の良さはどうしたんだよ。新潟の皆さん、こんばんは。あ、鬼丸静香だ。何やってるの、歌いなさい。静香さん。鬼丸静香だ。皆さんの生活を守れるのは老害党しかありません。老害党の先宮に清き一票を。ヒロイン党。
歌って踊るだけのアイドル議員に何ができるというのです。政治は力だ、安定だ、騙されてはいけません。この詐欺宮、詐欺宮をよろしくお願いします。この詐欺宮にお任せいただければ、必ずや皆さんの生活がより豊かに安定したものとなることをお約束いたします。皆さんの生活に本当に必要なものは歌や踊りなのでしょうか。いいな、やめてしよう。議席の過半数は我が老害党が抑えているとはいえ、このままアイドル議員の連中を勢いづかせるのはいかがかと。案ずるな、すぐに叩き潰してくれるわ。